火曜日は西山のぞみのしゃべりナイト。今夜も始まりました。火曜日は西山のぞみのしゃべりナイト。パーソナリティの西山のぞみです。よろしくお願いします。最初からずっこけてしまった西山のぞみのですね。はい、ということで10月も後半に差し掛かり、気温の変化がちょっと激しいですが、少しずつ涼しくなってきましたね。はい、紅葉の季節が来ました。私もそろそろ紅葉を見に行く時期ですね。何気に私毎年あの甲府、長野県じゃないわ、山梨県の甲府まで行っておじいちゃんのお墓参りをしながら紅葉を見てるんですよ。なのでその時期が来たなって思うと、ああ今年も終わるって感じますね。皆さんの秋はどんな秋になるでしょうね。ということで10月から2ヶ月限定でレギュラーでこちらの番組をお送りしてます。頑張って今夜もしゃべりナイトしたいと思います。素敵な火曜日にしような。30分よろしくお願いします。ということでですね、今日はというか、今日もではない、いや今日もです。今日も実はメールが届いていまして、前回企画募集をしたんですよ。ラジオですごい皆さんに企画くださいって言ったところ、早速リスナーさんからメールが届きました。ありがとうございます。そちらの方をですね、読み上げたいと思うんですけど、ちょっとこの後の CM 一回挟んでから熱く語りたいと思いますので、ちょっと今回熱い感じのメールが届いているので楽しみにしていてください。はい、そんなメール募集ですが、ちょっと内容まだ言ってないのに突然、ね、そんな内容ですがって言ってますけど、メール募集してます。ぜひ皆さんお送りしてほしいんですけど、ここで一旦メールのあれを言いたいと思います。宛先こちら nail@wall.co.jp、 mail@wallop.co.jp です。それではこの後メール読みたいと思います。最後までお楽しみください。火曜日は西山のぞみのしゃべりナイト。火曜日は西山のぞみのしゃべりナイト。はい、ということでお送りしております。どうも西山のぞみです。さあ早速ですね、前回募集したメール、企画募集したメールをちょっと今回読みたいと思います。ペンネーム斉藤ふぶきさん、ありがとうございます。アニメや声優が好きな西山さんなら、リスナーの皆様から語ってほしいアニメ声優について募集して、それについてトークするのはどうでしょうか。いいですね、いいですね、私の得意分野ですね。いや、ぜひちょっとそれ採用したいです。アニメ声優について募集したいです。ください。ぜひよろしくお願いします。ちなみに、斉藤さんは今自分はジョジョ第5部と同時期に始まったグリッドマンという作品に注目しているので、もしよろしかったらその作中のヒーローグリッドマンの声優である緑川光さんについて何か語っていただければと思います。これからもラジオをはじめ活動を頑張ってください、ということでありがとうございます。なるほど、グリッドマン、申し訳ないのですがこの作品はですね、ファンの方に見た方がいいよと言われてから私は知ったので、まだ見てないんですけど、名前とどういう作品かはさらっと聞きました。まあウルトラマン系ですよね。そうそうそう、スーパーヒーローっていうか、ヒーロー戦隊もののアニメで、
そういう特撮ものが好きじゃないと見れないアニメなのかなと思いきや、2話まで見るとそんなことないらしいんですよ。もうどんな人にも勧められるアニメだからぜひ見てくださいと熱くね、言われたので、私も今期のアニメでグリッドマンを注目したいと思います。で、そのヒーロー主人公の緑川光さんについて、いやもう神ですよ緑川光さんは。いや、ガンダムで言ったらあれですね、機動戦士ガンダムウィングの主人公の声やってたりとか、あとはもうあの最近本当にお世話になってるのがとてもちょっと本当このラジオでしかもしかしたら言えないかもしれないんですけど、あのね、ボーイズラブの作品に出てらっしゃるんですよね。もうそこを、そう、それですごいハマ、すごいハマったって言い方はやばいですけど、すごく注目するようになった緑川さんを。いろんな作品出てるんですけど、私はそこでヒットした、いい声優さんだっていや申し訳ない、戦隊ものの話してるのに突然ボーイズラブの方に走ってしまって。ただもうこの方はもう間違いないのでね、もうこの声優さんが主人公やってるよっていうだけで、あ、見ようってなりますね。はい、だからもうグリッドマンは確実に外せない作品です。ぜひ皆さんも見ましょう。ジョジョ第5部もよろしくお願いしますちょっとついでに書いてあったから、そう、一緒に紹介しましたということで、メールありがとうございます。なるほどね、こういう企画募集最高ですね。うん、ぜひたくさん欲しいです、欲しいです。アニメ声優について語らせてください、あとは学ばせてください、いろいろおすすめ聞きたいのでね。はい、ありがとうございます。ということで、うん、そっか、秋アニメか、秋か、そうだね、秋といえばハロウィンだね、もうすぐハロウィンだね。ハロウィンといえば10月31日ですが、今東京ディズニーリゾートではハロウィンイベントをやっていて、10月31日までコスプレをして、あのディズニーランドシーを楽しめるんですよ。今年もまたそのシーズンが来てね、私は去年からそのディズニーハロウィンを楽しんでるんですけど、今年も早速行ってきました。はい、私の仲良しの、高校の時から仲良しの、今モデルをやってるミムマムちゃんっていう双子、双子モデルがいるんですけど、その2人と行ってきました。で、今回はですね、 C に行ってきたんですけど、あの C のメインキャラクターっていうか C のキャラクターで、ダッフィーちゃん、シェリーメイちゃん、ジェラトーニくん、新しいステラルっていうね、クマと猫とウサギのキャラクターがいるんですけど、今回それのクマちゃん、ダッフィーとシェリーメイとジェラトーニでみんなで合わせてダッフィーフレンズでコスプレしていきました。私は猫のジェラトーニのコスプレをして、まあ、ちょこちょこ写真をブログとかにも載せてるんで、ぜひ見てほしいんですけど、やっぱりコスプレするとテンションが上がるんですよね。で、もともと私すごくコスプレが好きなんですよ。好きで、ただでもそういう機会っていうのはなかなかないので、こういったあのこうディズニー側からこう公式でコスプレやりましょうみたいな感じで言ってくれると、ね、普段コスプレしない人も、あ、ディズニーだったらいけるって言って、そうコスプレしやすいですしね。でし、するとそこで目覚めて、ちょっと新しい自分に出会えて、そこから、まあ、コミケにこうね、あの浮上していくじゃないですかレベルアップしてどんどん極めていって、でもなんか最強のコスプレイヤーになるみたいなね、そういう道筋もあるんではないかと私は思っております。私はそこまであのコスプレにお金はかけないんですけど、もう今回なんかもうウィッグと耳は
まあ、その辺で買って、帽子とあと尻尾を作らなきゃいけなかったんですけど、それは私すごいズルをしてですね、パルフェの衣装を作ってくださってる方にお願いして、シュ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 って作ってもらってすごいズルいって言われたんですけど、なかなかのクオリティで作っていただけてすごく嬉しかったです。もうそこにも注目してほしいな、写真見たらぜひ見てみてくださいとかね。そう、あんまり自分で作ったりとかできないから、そういう人がいるといいよね。なんてね、皆さんはコスプレとかしますか？ハロウィンですよ。結構パルフェのファンの人もハロウィンイベントで、私たちがコスプレしてイベント行くと一緒にコスプレしてくれる人がちらほらやっぱいるんですよね。そういうの本当に嬉しい、本当に嬉しい、合わせてくれるのね。だから今回も、あ、でも今回パルフェとして、ハロウィンのイベントどっかであると思うので、もし会った時はね、ぜひ皆さんも一緒にコスプレして楽しんでほしいですね。やりましょう。やっぱり日本のこうハロウィンイベントのこの熱の上がり方最近すごいので、毎年毎年ヒートアップして、毎年渋谷がなんかパリピになってってるのでね、もうハロウィンとは何ぞやっていう感じになってますが、まあコスプレしてワイワイして楽しむのが多分日本にとってのハロウィンの楽しみ方なのかなと思います。本来は違いますけどね仮装して近所のお家を回って、いたずらしないとお菓子を、あ、違う、お菓子をくれないといたずらするぞって言ってお菓子をいっぱいもらうっていう行事のはずなんですけど、日本そういうのないかな、あってもいいんだけどな。そういうのがまあね、いつかあればいいな。ちょっと想像できないですけど、まあそういうこともあります。とにかくハロウィンはいっぱい楽しみましょう。そんな感じでございましたですね語りきっちゃったハロウィンで。じゃあこの後もコーナーがありますので、そちらもお楽しみください。それでは一旦 CM です。火曜日は西山のぞみのしゃべりナイト。今週もこちらのコーナー行きましょう。のぞみのこれだけ聞いて。このコーナーは私西山のぞみが今一番話したい話題をとことん話していくコーナーです。イエーイということで、今回はじゃじゃん、お酒についてお送りしていきたいと思います。うわー、パフパフカン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 。ということで、今回なぜお酒をテーマに選んだかと言いますとですね、私が隠れ酒好きという感じなんですけれども、言ってる人には言ってる、ただな、こう、大々的にすごい酒が好きだとは言ってない。それもこうどうお酒が好きかにもやっぱよると思うね。私はお酒がすごい好きなんですけど、あんまり量が飲めないタイプで、その飲む量少ないんですけど長く飲んでいたいタイプで、そのお酒を飲むこともまあ好きなんですけど、お酒を飲む雰囲気が一番好きなんですよ。だから飲みに行こうって言われるとやっぱテンション上がっちゃいますね。でもなかなかこう飲みに行く機会も減りつつ あるので、今はそう誘ってくれる人を探しているんですけどでもそれをなんで誘われないかって、多分私がお酒が好きってことをそうみんな知らないからだと思うので、ちょっともう25に私今年なるんですけどね、大人もう結構大人だと自分でも思ってるので、そのお酒の席を増やしたいという意味でも少しずつお酒好きっていうことをアピールしていきたいなって思います。なので今回はちょっと
私がどれだけお酒が好きか語りたいのですが、もともとそうですね、お酒を好きになったきっかけみたいなのが一応あるんですけど、お酒って酒イコールビールっていうイメージで、すごいでビールが嫌いで、匂いとか、うん、まあ、基本的に匂いが嫌いだったんですけど、でも味もよく分かんないしだったから、なんでこんなものを みんな好んで飲むのかなってずっと思ってたんですけど、なんか とあるレストランバーで初めて、行った時にいっぱいお酒の瓶が並んでて、で、まあ、いろんなリキュールとかブランデーとかいろいろあるんで、焼酎とかもいろいろ置いてあって、それ見てると 銘柄にココナッツとかマンゴーとかコーヒーとか、なんか私が知ってる味のリキュールがたくさんあって、瓶見ただけでなんか美味しそうだなと思って、その興味が湧いたんですよ。で、そう、初めて私が飲んだお酒はあのコーヒーリキュールのカルーアをミルクで割ったカルーアミルクだったんですけど、あれ初めて飲むとダメですね、悪魔ですね、あれが初めて飲んだお酒はダメですねあれはだって美味しいじゃん、誰が飲んだって美味しいじゃんこれが酒かってなったのが結構きっかけで、うわうまーっと思って飲み始めたんですけど、まあ、そこからねどんどん掘り下げて、まあカルーアミルクってカクテルだからちょっと高いんですよね、安くても600円とか、まあ、700円ぐらいとかするると思うんですけど、そうちょっと当時の私はもう、まあ、当時の私に限らず今も別にあれですけど、まあ、金銭面的に余裕がそこまでないからとにかく安いお酒を飲もうってなって、もうその辺からカルーアミルク美味しいじゃなくて安い酒が飲みたいに変わったんですよ、酒が飲みたいっていう気持ちに変わって焼酎を飲むようになったんですね。そう、でも初めて飲んだ焼酎はなんだか分かりませんが、ずっと飲みいろんなものを飲み続けてダメな焼酎といい焼酎の見分けがつくようになりましたね。ちなみに私の体質に合わない、焼酎は狂月とか人狼とかあの辺ですね、ちょっと香類系の香類焼酎っていうんですかがちょっと苦手で、どうしてもやっぱ次の日残ってしまったりとか、ね、頭痛くなったりとかします。だから飲むならジャパンとかね、宝酒造ですね、宝酒造は本当に裏切らないんで、はい、でその中でも私が好きなのは芋焼酎なんですけど、飲めるお酒はいろいろあるんですけど、その中でも芋焼酎が一番長く楽しく飲めれるお酒ですね、はい、あとは梅酒も好きだし、 あんまり酔っ払いたくない時とかはフルーツサワー、グレープフルーツサワーを積極的に飲むサワーは結構酔いが、まあ、酔いやすいって言うけど、グレープフルーツはアルコールを分解する能力を持ってるから結構、まあ、あれプラマイゼロもしかしていやちょっと分かんないけど、でもグレープフルーツ割りただのサワーなしのってちょっと聞いたことないから、私は酔わないつもりで飲みに行くときはこうグレープフルーツサワー飲みますね、多分合ってると思う、うん、かな、まあ、とか、まあ、結構今までいろいろ飲んできたりとかして、なんかこれといった失敗談みたいなのって別にないんですけど、そう、すごい酔っ払って記憶をなくすの意味が私には分からないし、あと酔っ払って泣くの意味も分からないし、あと酔っ払ってキスしたくなるみたいな意味も分かんないし、たまに女がやってくるんですよね、なんか何年酔っ払ってもトーンって言って突然キスしてくる女の子とかあれ何なんだろうって思いながら、すごい不思議だなって思って見てます。
まあ、多分そういう人を見てるせいで自分が酔っ払えないのかもしれないけど、その中でも私が、最大に酔っ払いそうになった、いや酔っ払ったのが、まあ、一応あるんですけど、その時飲んだ量が本当にえげつなくて、 しかも飲み慣れてないものとかもいろいろごっちゃ混ぜにちゃんこ鍋のように飲まされたじゃないな、自分から飲んだんですけど飲んだ日があったんですよ。でもこれはもう次の日記憶なくしてやばいなって思うぐらい、何飲んだっけ、焼酎でしょ、焼酎、うん、もだし梅酒もだし、あとテキーラとかも、テキーラすごい飲んだんですよ。テキーラ 3,4 杯ぐらいかな。もうそれだけ聞いただけでも、 今想像しただけでもやばいんですけど、当時めちゃくちゃそんだけ飲んで、朝5時ぐらいまで飲んだんですけど、もう周りがベロベロすぎて私だけほぼシラフみたいな状態の日がありまして、すごいそこで錯覚してしまったんですよね。私はもしかして酒豪なんじゃないかって。でも違うんですよ、周りが酔っ払いすぎて自分が酔えなかっただけで、あ、こういうこともあるんだと思って、結局お酒は気の持ちようだなって思いました、その時。だから本当これといって大失敗みたいなのは特にないですね。だから逆に私、このラジオ聞いてる皆さんの失敗談が聞きたい、うん、失敗談聞いてるとお前それ嘘やろってすごい思うことって結構あるじゃないですかでもそれが楽しいから、なんかどんな失敗談があるのかちょっといろんな人に聞きたいんで、よかったら皆さんそういうのもメールで教えてくれたら嬉しいなって思います。あとは無難におすすめのお酒教えてください特に焼酎、私今求めてるのは特に焼酎。ちなみに私が一番好きなのは芋焼酎の黒霧島です。ぜひ皆さん、まあこれはみんな飲んだことあると思うけどね、まあメールたくさんください。早いものでエンディングのお時間でございます。ここでお知らせです。10月25日木曜日に元ウェンディの野口美穂ちゃんの生誕祭に私がソロで出演いたします。こちら美穂ちゃんとはあの別の調布 FM さんでお世話になっていてね、あのお誘いいただいたので、ぜひ皆さん野口美穂ちゃんの生誕祭、あのゲストがすごい豪華なので遊びに来て皆さんでお祝いしたい、してあげようと思いますので、ぜひ遊びに来てください。場所は四ツ谷ルータスさんです。で他にも週末はパルフェでライブがあります。土日に昼夜と2本ずつかな、まあ、いっぱいライブやってますので、詳しい詳細は公式ツイッターホームページを見てください。はい、今日はなんかスイスイ喋れた気がする、すごいスイスイ喋れた、どうしたの私今日はアニメとか声優さんの話をしたりとか、ハロウィンのコスプレの話をしたりだとか、あとはお酒についていっぱい語りましたね。はい、失敗談という失敗談、私はまあできればこの先死ぬまでに失敗談というものを作らないように生きていけたらいいなって思いますが、まあ、皆さんも気をつけてくださいね。はい、番組からのお知らせです。番組ではメールを募集しております。まあ今日話したそのお酒の失敗談だとか、それこそアニメや声優さんについての私に問いたいこととか、まあ、感想などなどたくさん送ってくれると嬉しいです。宛先はmail@wallop.co.jp、 mail@wallop.co.jp、 タイトルに火曜日は西山のぞみのしゃべりナイトとご記入の上メールを送りください。いや、いっぱい喋った。
今回の放送も、放送これ終わった後に YouTube にアップされますので、またあと 2,3 回聞きたいな、多分今日は思うと思うので、ぜひ聞いてくださいね。本日もご視聴ありがとうございました。西山のぞみでした。また来週ー。